9点取ったってことは本当に素晴らしいですけども、僕にとってあの1はいらないので、ああいう隙が必ず今後効いてきたりとか、チャンピオンになることってああいう1点とかいらないので、そこは大いにお説教しなきゃいけないですし、9点取ったことは素晴らしいですけど、もっともっとこう勝者のメンタリティ、チャンピオンになるんだっていうチームはあの1点いらないですから、またそこはしっかりと正して次へ向かいたいと思います。